ベルダンの戦い、ベルダンの戦い、ベルダンの戦い、バトル・オブ・ベルダンは、第一次世界大戦の西部戦線した、フランス共和国内のベルダンを舞台に繰り広げられた、ドイツ軍とフランス軍の戦いである。第一次世界大戦における主要な戦いの一つで、1916年2月21日に、始まり、両軍合わせて70万人以上の死傷者を出した。 ドイツ帝国は膠着した戦況を挽回すべく、参謀総長、エーリッヒ・ホン・ァル・ケンハインの発案により、目標をパリへと続く街道にあるベルダンに定めた。ここで、大量の損害をフランスに与えることにより、フランスが戦争を継続できなくなるよう気としたのである。当初においてこの作戦は、成功を収めていたが、この戦いを消耗戦と理解しない、ビルヘルム皇太子は、 ベルダン攻略に固執した。その結果、両軍とも泥沼式に師団を投入して、多大な損害を出した。この戦いの最中に、東部戦線でのロシア軍のブルシーロフ攻勢や、イギリス軍によるソング攻勢が始まり、ドイツ軍は、そちらの方に戦力を回さなければならなくなった。そのためベルダン攻略は中止された。ドイツ軍参謀総長ファルケンハインは、 世界大戦のこれまでの戦いをこう観察した。指揮欧勢、武装良好でかつ数量が同等な敵に対する突破の機とは成功の見込みが少ない。後者は徒歩で前進するのに対し、傍者は鉄道を利用することができ、多くの場合突入された戦線を閉鎖できる。また、非攻撃正面部隊に退却の判断を任せたなら、突破口の閉鎖は簡単であり。 これを妨げることはほとんど不可能であると。この観察に基づきファルケンハインは攻撃計画を作成した。突破ができないのであれば敵を消耗させて屈服させるほかない。ロシアは人的戦力が豊富であり、イタリアは戦局に大きな影響をもたらさない。イギリスを大陸から追い落とすのは無理であり、できたとしても降伏はしないであろう。となればフランスである。 フランスは連合軍の中核であり、海戦以来の損害は多大なものがある。フランスを消耗戦に追い込めば、戦局に大きな影響を及ぼせるかもしれない。そして攻撃地点は、フランス軍が固守しそうな場所が選定された。つまりベルダンである。ベルダンには、環状分破法と呼ばれる形式の要塞があり、その要塞の中核となる都市や町の周囲に、多数の捕類を巡らせていた。 ベルダン追基地帯、ことにミューズ川ウガン地区の正面はその幅約0キロメートルで、これを守備するフランス軍は、はじめわずかに3個師団であった。また左岸に2個師団、東向きの要塞の南に3個師団が存在していた。ドイツ軍の攻撃前日には全時その数を増し、2個軍団が増強された。攻撃を担当したドイツ皇太子、ビルヘルム中将の第軍は、 当初11個師団であり、しかも、第1戦には6個師団しか配備されなかった。しかしその分砲兵は多数配属された。自軍の少ない損害で敵軍に大きな損害を負わせようと気としたからである。2月21日午前7時15分、ドイツ軍は、銃砲808門、野砲300門をもって、猛烈な砲撃を開始した。吸収的利益を得るため、 午後4時には砲撃は終了した。この短時間に相手陣地を破壊するため、ドイツ軍はこれまでの精密射撃を排出対射撃を採用した。これは射撃精度を第2位に置き、簡略な射撃修正で射撃地区一帯に砲撃を加えるものである。また、不評も吸収的効果を得るため、通常100メートル内からの突撃を500メートルから開始した。 ベルダンに対するドイツ軍の攻撃法は、縦方向に蓄次三色的に攻撃部隊を進めるのみならず、横方向においても三色的な攻撃の実施であった。これに基づき、ドイツ軍は交渉面中のある一点に対して、吸収を実施し、攻撃第二日目には、フランス軍第一陣地の三拠点を奪取、一挙に深さ約三キロメートルを猛進し、フランス軍、 第二陣地前で攻撃を中止した。その翌日には、前期3拠点に隣接する両翼の2拠点を奪取し、第4日目には、第二陣地の1拠点を突破し、その翌日の25日にはさらに前日奪取した、拠点に隣接する拠点を占領。そして第三陣地の一部である、永久歩類、すなわちこの付近の最高所であるを占領するに至った。 このようにして2月28日までには深さ 7km、正面実に 45km のフランス軍陣地を奪取し、フランス軍第4陣地と対峙することとなる。この間攻撃手段中で疲労が大きいものは蓄次、隣接部隊や予備隊と交代され、緩むことなく攻撃を続行した。一方フランス軍においては22日以来、第2戦手段を招致して、 逐次時第一戦士団と交代し、新兵部隊を持ってドイツ軍の攻撃に抵抗していたが、これまで述べてきたように不良であった。ジョフル将軍の優慮は甚だしく、そのため、孫グ構成のために準備されていた第二戦士団を続々増援し、また第二軍司令官にフィリップ・ペタン将軍を当てた。ペタン将軍は大敗していた士気を回復させ、 またジョフィル将軍の承知した第二戦士団は次々にベルダンに投入された。これによりしばらく乱れていたフランス軍の足並みが揃い始める。一方、ドイツ軍は攻勢のために生じた損傷及び疲労のため一時攻撃の手を緩めたなどの原因により、事後の攻撃の進展は父として進まなかった。3月4日、第五軍は 攻撃方針を改めミューズ側ウガンのみの攻撃を廃止、両側を攻撃してベルガンを包囲することに方針を変えた。そのため4個師団が増強された。2日間の砲撃の後3月6日に攻撃が開始されたが、もはや吸収的効果はなく、フランス軍がペタン将軍に引きられた新鋭部隊を投入したことにも、より損害ばかりが増えることとなった。 ミューズ川左右両岸において、両軍の必要な争奪戦が生じ、特に及びキュミエルイコールルイコールモーでは三列、極まりない戦いが展開された。三月末、ファルケンハインは、自軍の損害の多さに嫌気がさしていたが、皇太子はあくまでも攻撃続行を決意していた。ドイツ軍は目標を、ルモルトンム休に転換し、5月に占領に成功した。5月初旬、ペタン将軍は、 将軍の後を継いで、シャンティの中央諸軍会議のフランス本営司令官に転出し、ベルダン地区防衛は、ニベル将軍に任される。6月7日、ドイツ軍は、やっとのことで、防衛を占領した。これにより、ホッシュ将軍は、撤退を考え始めた。だが、ドイツ軍の攻撃もそれまでだった。 イギリス軍によるソンム攻勢とロシア軍によるブルシーロフ攻勢が起こり、ドイツ軍はそちらの方面に戦力を回さなければならなくなる。ベルダン攻撃は次第に尻すぼみとなっていった。8月からは攻守交代してフランス軍が反撃に転じた。10月24日の攻勢では甚大な損害を出しながらを奪い返したが、 この際要塞は大爆発による事故で破壊された。12月15日の構成では防護類など多くの湿地を回復したが、この戦いでは移動弾幕射撃がフランス軍で採用された。ドイツ軍はベルダン戦の攻撃で固定弾幕を躍進させることにより不評を演する方法を用いたが、フランス軍の発案した移動弾幕射撃はこれをより進化させたものである。つまり、 ドイツ軍の方法は弾幕を一陣地から一陣地まで一挙に躍進させるものであるが、フランス軍の移動弾幕射撃は、不評の全員進化終始その前方に射弾幕を設けるものであった。一連の回復攻撃により、12月中旬にはドイツ軍に占領された全地域を取り戻した。1916年2月から12月16日までに、フランス軍36万2千人。 ドイツ軍33万6千人の死傷者を出し、ファルケンハインの作戦は失敗した。フランス軍に多大な消耗を強いたが、ドイツ軍もまた同等の消耗を強いられたからである。攻防戦の最中、ファルケンハインは責任を取る形で参謀総長の職を辞し、ルーマニア攻略戦の司令官に転出した。ベルダンの戦いはいくつかの教訓を残した。一つ目は、 要塞の価値の再認識である。対戦当初のベルギーのリエージェ要塞の早期陥落や、ロシア、オーストリアの要塞が意外に早く落ちたため、要塞の価値について疑問視されるようになってい。しかしながら、この、ベルダンの戦いによって要塞は再び、注目されるようになった。二つ目は、フランス自動車隊の活躍である。本来ベルダンの背後連絡線としては、道路のほか 鉄道が一つだけであった。が、その鉄道は、ドイツ軍の砲撃によって、使用困難になっていたため、貨物自動車を使用して、増援部隊を送ったのである。例を挙げるならば、3月から5月の間に40万人もの兵士がベルダンに送られた。このことにより、自動車の価値は初めて世上に認められるようになったので、ある。三つ目は、フランス軍の指揮低下である。 いつまでも終わらぬ戦争に抗戦各国の兵士たちの士気は低下していたが、フランス軍では特に著しかった。このことは1917年のニベル構成での反乱につながる。四つ目は、同数同質の敵の防御陣地を不評の徒歩行軍で突破することは至難という、ファルケンハインの洞察の正しさが、敗北と本人の失脚によって証明されたことである。 この洞察は1918年春季構成において再確認された。そして、不評の徒歩行軍でという前提条件は変更されて、防御陣地の突破が可能になるには、遥か後年の機構部隊による電撃戦をまた粘らなかった。2013年5月、現地を訪れていたドイツ人観光客が人骨を発見。周辺の発掘が行われた結果26体の 遺体が発見された。一部の遺体には身元を示す識別証が一緒に出土したため、出身地に送られ、再埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。